角田裕二は、日本の実業家。弟の鈴木陸さんとともに、スターバックスコーヒージャパンを創業し、同社代表取締役最高経営責任者兼、最高執行責任者などを務めた。神奈川県出身。1965年日本、大学理工学部経営工学科卒業、日清入社。1967年から、日陰茶屋社長を務め。 70年代にラマーレド茶屋を手掛けるなどした。1981年ユージーンアソシエーツ、インク。1987年サザビー取締役。1995年スターバックスコーヒージャパンを設立し、同社代表取締役社長。1996年鈴木や監査役。2001年スターバックスコーヒージャパン。 代表取締役最高経営責任者。2002年スターバックスコーヒージャパン最高、経営責任者兼最高執行責任者。2003年スターバックスコーヒージャパン、代表取締役最高経営責任者。2005年スターバックスコーヒージャパン最高、経営責任者兼最高執行責任者。2007年茶屋マクロビオティックス、代表取締役会長。 同年食品産業厚労省受賞。2011年ユジーンアソシエーツ、インク取締役。鈴木屋初代代表取締役社長の鈴木雄二の次男として生まれ、後、日陰茶屋、角だけに、婿養子用紙として入る。鈴木屋創業者の鈴木安二は、祖父で、鈴木屋第三代代表取締役社長や、図紙市議会議長などを務めた、鈴木安行は2位。 サザビーリーグ創業者の鈴木陸さんは弟。鈴木屋第四代代表取締役社長や新日本スーパーマーケット協会副会長を務めた中村洋子は妹。サザビーリーグ代表取締役社長の角田良太は次男。ありがとうございます。